修善寺道路は静岡県伊豆市から静岡県伊豆の国市に至る国道136号バイパスである下田街道のボトルネックの一つ静岡県伊豆市修善寺横瀬地区を迂回する自動車専用道路に指定されている道路整備特別措置法による有料道路として静岡県志向事業として建設された伊豆中央道と一体となって 伊豆中部のバイパスを形成する。修善寺道路と仮の川。中央は、大日と南インターチェンジと大日と料金所。修善寺道路は、伊豆中間自動車道の一部に位置づけられているが、伊豆中間自動車道には、伊豆中央道と修善寺道路を経由せずに、東駿河安環状道路と、天城北道路を直接つなぐルートの計画がある。このため、天城北道路との接続部は、 連絡路とされている。高速道路ナンバリングは導入されていない。料金所は、大日と南インターチェンジ付近の本線上に、大日と料金所、熊坂インターチェンジ、出入り口ランプに、修善寺料金所が設置されている。料金所には、ETC レーンは設置されていないが、2021年7月に、ネットワーク型 ETC の技術を活用した、キャッシュレス決済を、 導入予定夜間は料金所が無人となるため通行料金は無料となる繁忙期は無料化される時間帯が変わる当初は料金徴収期限が2025年8月24日までとされていたが2007年のリーマンショック2011年の東日本大震災の影響等で観光交通が減少して交通量が落ち込んだため 建設借入金の償還が計画通りに進んでいなかった。2011年9月に外部有識者からなる伊豆地域の道路整備のあり方検討会を立ち上げて検討したが、当時の試算では料金徴収期限を迎えても伊豆中央道で約5億円、修善寺道路で約19億円の未償還金が残ることが想定されたため、 伊豆中央道と修善寺道路の経営を一体とする合併再産制の導入が望ましいとの結論になり、2013年10月、静岡県道路公社が国土交通省に両道路の事業変更を申請。同年12月3日付で許可を得て、2014年4月1日、伊豆中央道と修善寺道路に合併再産制を導入した。 合併採算後の料金徴収期限は2023年11月12日とされ、その翌日の無料化を予定している。料金徴収期限の前倒しについては、2019年9月の静岡県議会定例会での一般質問に対し、合併採算制度導入後5年間の料金収入実績が計画を下回っており、仮に今後も料金収入実績が横ばいで推移すると、 料金徴収期限より早期の無料化は難しいと答弁されている。大人中央インターチェンジ大人南インターチェンジと大人料金所、熊坂インターチェンジと修善寺料金所の区間はに車線の対面通行で共用されているため上下線で一本となっている。2019年10月現在、ありがとうございます。